英会話教室を松尾記者がリポートします。英会話ブームです。年間費用数十万円もかかる英会話教室や英会話を看板にする幼稚園まで出てきました。松山市郊外のスヌーピー英語教室でも毎週小学生が楽しみながら英会話を勉強しています。ポール先生は大学入試のための文法重視の日本の英語教育についてこんな例え話をしてくれました。文法はいらない。医者さんとか弁護士さんとかそういうみたいな子はいるけどね、 あれが少ないです。何パー弁護士とか医者さんになるですか。だからもう 80% とか 80% 以上はその英語の文法の時間をつてるみたい。テストだけです、ね、だからね、だから普通の子のために英会話を勉強したら卒業したら、特に女の子ですね、英会話分かったら面白い仕事できるじゃないですかと思います。ポールさんは2年前に松山市にやってきました。近くの東温高校ではバスケットボール部のコーチもしています。さてスヌーピー英会話教室の小学生のクラスは1年生から6年生までが一緒に勉強しています。どんな勉強をしているんでしょうか。 D E D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  E E A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  Egg Egg E G G E G G 誰が G G ですか。先生が G G ですか。あ、そうですか。Do you want to go to Disneyland? Yes, I want to go to Disneyland. Okay, はい、さあ、一旦やって、質問出してください。Do you want to go to Hawaii?そう、ハワイいいな。先生も行きたいでしょ。はい、トニー君。Yes, I want to go to Hawaii. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Candy. I'm fine, thank you. Please down. これはロールプレイングといって、お芝居をしながら会話の勉強をするところです。お互いにレストランのウェイトレスと客になって受け答えをします。さてこちらはなんとベビークラス 2,3 歳児です。 How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? And you? How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? And you? I'm fine too, thank you. 2歳って言いますと日本語もまだ6人はっきり分かりませんよね、はい、でも英語やっていいんでしょう、分かるんでしょうか。2歳の子供の頭の中ではリンゴイコールアップルっていうことが、はい、いらないです。それが、うん、イコールはいりませんです。だから僕も日本語を勉強の時いつも頭の中辞書みたい、あ、なんとかなんとかイコールなんとかなんとかでしょ。時間かかる、いりません。取材をしていて気がついたのですが教科書がありません。そして子どもたちのこの笑顔、最後に英会話上達の秘訣をポール先生に伺いました。いや、やっぱり子どもさんの場合は薬と同じじゃないですか。熱とき、咳とき薬飲むでしょう。いや、薬嫌でしょう。だから10年前かな、味の薬つけてでしょ、でコーラの味、それで、あ、美味しいですね、薬、あ、病気が楽しみになってですね、まあ、英会話と何でもいいじゃないですか、同じじゃないですか。あれ、楽しみしたら、ね、で習います、ね、授業と自分の、NHK のラジオ、すごくいいことです。皆さん、ラジオよく聞いてください。アメリカ人の先生から日本とはちょっと違うアメリカのクリスマスの話をしてもらいました。メリークリスマス、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 メリークリスマス。ポール先生としては、うん、日本の子どもたちがどんなクリスマスを送ってほしいなっていうふうに思ってらっしゃいますか。うん、もっと親、はい、ね、もっと親と子どもの関係、はい、もっと近いがいいと、うん、いいですね。アメリカのクリスマスは近いです。お父さんとお母さん、子どもさんと本当仲良く近い心とね、一緒にの喜ぶ、
ね、あれは日本だったらいいと思う。もう遠いから、あの日本の親と子供は遠いみたい、はい、うん、心からだけ時間、うん、時間、ね、ファミリーサービスじゃなくて、はい、もう心、もう愛、ね、心、うん、子供と、うん、心、うん、のご紹介です。6ヶ月になるゆきえちゃんのご両親ポールさんとしげ子さんをお尋ねしました。お宅ではパパの役割はどういうところですか？いいことと悪いことの区別を教える、うん、ところで紙おむつ使ってらっしゃいます？はい、便利やすいです。あ、どういうものを奥様選ぶようになさってますか？メニーズ使ってます。 ありがとうございます。メニーズどういうところがいいでしょうか？薄いし吸収力があってとっても使いやすいです。ニューメリーズは新開発のサラットシートが素早くおしっこを吸収層に通します。さらに 30% も吸収力がアップしました。外側の防水シートも通気性があるので濡れずにお尻はサラサラです。お尻の濡れないぴったりフィットのニューメリーズ、ビッグサイズも揃いました。Good afternoon. Good afternoon. What can I do for you today? We have a reservation for a train room from tonight until Wednesday. Our name is Yoshino. Yoshino? Hiro Yoshino. Yes, we have your reservation. Mm-hmm. Please fill out this card. Okay. Do I have to pay by cash, please? Well, to tell you the truth, it'd be more convenient if you'd use a credit card. Card? Do you have a credit card, sir? Yes, yes. We have a MasterCard and Visa card. Great. By using this card, all of our service is available to you. Mm-hmm. Simply by signing your name to all of your charges. Mm-hmm. Room 818 is available. And have a pleasant stay at our hotel. Thank you. Thanks a lot. Okay. Yeah. あいつ、あの人が人間です。私と一緒。外国の子も考えしません。外国の人でも、本当の外国の昨の日本から来たばかりでも、そういう外国のもやっぱり毎日の生活で考えしないことから考えにくい。昨日来たばかりでも、あの人が外人言ったらでも、いや理解できない。そういう外人の外国のこと、その壁みたい考えない。毎日のその壁がアメリカ人は白人、黒人、茶色い人、